はい、望月凛です。今回はハーバード大学で幸福に関する研究をしていたショーン・ウェイカー先生の書かれた幸福優位7つの法則を解説していきます。いきなりだが、努力して成功すれば幸せになれると思っていないか？思ってますよ。億万長者になって、今より痩せてモテモテのボンボンになることができれば幸せになれるはずです。だから今日も辛いけど仕事を頑張ってるんですよ。ふむ。ではなぜお金持ちになり、ダイエットに成功して、パートナーがいるのに幸せを感じないどころか自殺してしまう人がいるのだろうか？それは…この本はそんな疑問を27万人以上の人を対象にして何十年も研究し続けたんだ。そして分かったのは、幸せだから人生がうまくいくということだったんだ。え？つまり幸せが先で成功が後なんだ。幸せに過ごしているから仕事のパフォーマンスが上がり成功するという順番だったんだよ。笑う角には福来たるなんて言うが、まさにその通りだ。なに？じゃあ今不幸せな人は成功できないってことですか？ああ、そうなる。今回の授業を受ければそんな成功と幸せの関係を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、幸せだから成功する、だな。さっきも説明したが、成功するから幸せになれるのではなく、幸せだから成功する。これがこの本のメインテーマなので、深掘りして説明していこう。はい。まず成功するためには、高い仕事のスキルが必要になる。それはそうですね。で、その仕事のスキルを発揮できる時というのは、ポジティブで幸せな時なんだ。幸せな時に最も仕事の効率が上がるわけだ。だから幸せだから成功するということだな。なるほど。言われてみればそうかもしれないですね。逆に一番頭が働かないのはネガティブで不幸せな時だ。例えば今月マンションの家賃が払えそうにないとか、少しミスしただけで怒鳴ってくる上司が真横に座っているという状況でクリエイティブな仕事をすることはできないだろう。そうですね。萎縮してしまいます。というのも、人間はピンチの時頭が働かないようにできているからだ。例えば森でヒグマに会った時、明日の天気やプログラミングのことを考える余裕があるやつはいないはずだ。逃げるか叫んで追い払うというシンプルなことしか考えられなくなるはずだ。そうですね。こんな風に人はピンチになればなるほど頭が働かなくなる。ブラック企業でボロボロになった人が働くか死ぬかの二択になってしまうのはそういう理由だ。なるほど、納得です。だから今不幸せな人は成功できないということだな。にもかかわらず、ほとんどの人は未来の成功のために今の幸せを犠牲にしている。今幸せにならなければ成功できないなんて知らなかったな。よくよく考えたら、私もフェルミ研究所を始めた時は楽しんでやっていたし幸せだった。今はそうじゃないのか？まあとにかく幸福度が高い時にパフォーマンスが上がり成功に近づけるというわけだな。だからここからは今から幸せになる方法を説明していく。はい。次は、今日あったいいことを3つ書き出す、だな。まずどうやっても幸せになれない人にありがちなのが、失敗や不幸に注目する癖がある人だ。ヤフーニュースのコメント欄にもよくいるだろう。いつもダメな部分だけを見ようとする人が。確かに、いつも人のダメな部分や足りてない部分を見つけてしまう人っていますよね。うん、いいか。物事を自分がどう捉えるのかが、その物事そのものより重要なんだ。え？全てはお前の捉え方次第で決まると言っている。例えばスティーブ・ジョブズは自分の会社をクビになったことを人生最良の出来事だったと語っている。つまり物事には常にいい部分と悪い部分が混ざり合っているんだ。にもかかわらず、悪い部分だけを見て勝手に挫折し自爆してしまう人が多いわけだ。なるほど。コップに入った水を見てまだ半分もあると思うか、もう半分しかないと思うかという有名な話がある。成功する人はまだ水が半分もあると思うことができる人だ。でも難しくないですか、そのネガティブ思考を直すの。ああ、そこで話を戻すんだが、その癖を直す方法として毎日起こったいいことを具体的に3つ書くことだ。いいことを3つ？ああ、例えば帰ったら犬が迎えてくれた、いつもより5分早く帰れた、好きな女性と手をつなげた、こんな感じだな。
好きな女性と手をつなげただけ、次元が違うくらいいいことですね。まあ些細なことでもいいから3ついいことを書くの。そうすると物事の中からいい部分を見つける癖がつく。今日は何もいいことがなかったと思う人はいい部分を見つけられていないだけど、まずは今幸せな部分を見つける癖をつけることだ。次、幸せになるには楽しみを待つだな。お前今何か楽しみにしていることはあるか？いや特にないですね。子供の頃はクリスマスとか大晦日が楽しみだったんですけどね。それは良くないな。ある研究によると、お気に入りの映画を見に行くと想像しただけで脳のエンドルフィンが 27% も上がり、幸せになれることが分かっているんだ。つまり将来の楽しみを持っておくだけで今幸せになれるわけだ。楽しみを待つだけで？ああ、結局のところ私たちは楽しみを待っている時間もとても楽しいのだよ。ほら、ディズニーランドに彼女と行ってスプラッシュマウンテンの行列に並んでいる時間、あれ楽しいだろう。楽しいですね。何話そうかなとか。というかもうデートの10日前くらいから楽しいはずだ。はい、ウキウキします。自分が楽しみなことであれば何でもいいぞ。フジロックやサマソニに行くでもいいし、夏祭りに行くでもいい、ジャンプを読むでも、楽しみなゲームの発売日を待つでもいい。とにかく自分にとって本気で楽しみなことを作ってカレンダーに書き込んでおき、時折その日のことを考えてみるだけで幸せになれるんだ。なるほど、たったそれだけのことで今より幸せになれるのか。ああ、楽しみを作れ、そして待つのじゃ。ははー。次は、得意なことをすると幸せになれるだな。誰にでも何かしら得意なことがあるものだ。あるかな。話すのがうまいとか、ゲームがうまいとか、バームクーヘンを焼かせたら天下一品とかな。背が高いとか力が強いでもいいぞ。どんなことでも自分の得意なスキルを使うときに幸福感が湧き出るものなんだ。確かに女の子から固く締めた瓶のキャップを開けてほしいって頼まれると、なんかちょっと幸せな気分になりますね。そうだろう。作曲家は音楽を作っているときが幸せだし、サッカー選手はサッカーに没頭しているときが幸せだ。実際に自分の得意なことをやっている人は幸福度が高いことが分かっている。逆に自分の得意なことを活かせる機会が一日の中に全くないと窮屈に感じてしまうだろう。でも俺、自分の強みなんてないんですけど。それは間違いだ。誰にだって強みはあるものだ。それがないと思っている人はまだ気づいていないだけだろう。そうかな。例えば私は文章を書くのが得意で本を読むのが好きだが、最初から文章が得意だったわけでも本が好きだったわけでもない。むしろ大学は理系のプログラミング専攻だったしな。へえ。自分の得意なことは意外なところに転がっているものだ。そんな自分の強みを発揮する機会が一日に少しでもあれば幸せになれるんだ。次は、幸せになるには運動せよだな。これは今までも説明してきたことだが、1週間に3回45分間の運動をするとストレスや不安を減らし仕事の効率が上がるんだ。実際にうつ病の患者を対象にした実験で、運動は抗うつ剤と同じ効果があることが分かっている。抗うつ剤と同じ？運動ってやっぱりすげえな。ああ、しかも運動には副作用もないしな。つまり気分を上げて幸せになりたければとにかくウォーキングでもサイクリングでもジョギングでもいいから体を動かすことだ。なるほど、運動がいいのはわかるんですけど、運動って続けるのが難しいんですよね。うむ、わかるぞ。そこで運動を習慣にするために20秒ルールを活用するといいぞ。20秒ルール？何ですかそれ。簡単に言うと、習慣化したい行動がある場合、その習慣を実行するまでにかかる時間を20秒早めることだ。逆に悪い習慣をやめたいのであれば、その習慣を始めるまでの時間を20秒だけ増やすといい。ん？例えば運動を習慣にしたいのであれば、常にニューバランスみたいな運動靴を玄関に置いておき、いつでも体を動かせるような服装にしておくといいだろう。ほら、運動するためにいちいち服を着替えるのめんどくさいだろう。確かにそうですね。服を着替えている20秒の間に、ああもういいやって心が折れるわけだ。逆に習慣化してしまったテレビを見たくないのであれば、リモコンから電池を外しておくといい。電池を入れるのに20秒かかるとめんどくさくなってテレビをつけなくなるんだ。なるほど。 SNS を見る時間を減らしたいのなら、
アプリを消したりログアウトしておくことだ。そうすれば20秒以上の手間が生まれて見るのがめんどくさくなる。こんな感じで私たちは手間がかかるとやりたくなくなってしまうんだ。そういうことか。やっぱり人間って怠け者なんですね。ああ、人間の意志は非常に弱く常に楽なものに流されているものだ。だから運動をするときに意志とか決意で何かをしようとしてはいけない。それよりも楽にできるように頭を使うんだ。次は自信を失ったら目の前のことをやるだな。ここからは大きなストレスを受けて自信がなくなった時の対処法を説明していく。はい。誰でも生きていれば大きなミスや挫折を味わうものだ。仕事のミスで先輩に思いっきり怒鳴られたり、彼女が浮気していたり、騙されて借金を背負ってしまったり、まあ生きていればいろいろあるだろう。そうですね。僕もリボ払いで借金して死にそうになりましたからね。そうやってストレスや試練に圧倒されていると、人間は理性が感情に乗っ取られてしまうんだ。理性が感情に乗っ取られる？ああ、ほら、イライラした時は無意識に甘いものを食べてしまったりするだろう。ああ、はい、あります。その他にも、株価が下がって強いストレスを感じると、人は感情的になって株を全部売ってしまったりする。これもまさにストレスにより理性がなくなり、感情に支配された状態だ。なるほど。こんな風に人は大きなストレスや試練に遭うと、感情的になってバカな行動に出るわけだ。はい。そうなる前に理性を取り戻す必要がある。どうやって理性を取り戻すんですか？目の前の小さくてコントロールできることをやるんだ。そうだな、掃除とかがいいかな。掃除？ああ、例えば最近ちょっと疲れてて気分が乗らないなと思ったら、家の中に転がっているアマゾンの段ボールを片付けてみるとか、溜まっていた食器を洗うとか、ポストに入っていた大量のお便りを仕分けするみたいなことをやってみるんだ。それが達成できると、少しずつだが自分で物事を変えられる、コントロールできるという感覚が生まれてくる。そうやって少しずつ自信を取り戻していくんだ。なるほど。いいか、自信というのはどれくらい自分で物事をコントロールできると思っているかで決まるんだ。人間は自分で変えられるという感覚を持っているとストレスが減り、健康にもいい影響がある。だからストレスを感じて行き詰まりそうな時は、まず掃除みたいな小さなことでいいから自分でコントロールできることをやって自信を取り戻すことだ。次はピンチの時ほど人と接するだな。最近家族や恋人、友達と接しているか？いや、恋人はいないですし、親とは会わないし、友達も30を超えてからみんな忙しくて会ってないんですよね。人肌が恋しいです。ふむ、男の一人暮らしはそうなりがちだな。だが人がピンチや脅威に直面した時、最も心の支えになるのは人とのつながりなのだよ。やっぱりそうですよね。一人になって今はそれがすごくわかります。でもみんな忙しいんで、自分から遊ぼうとか言いづらいんですよね。ああ、わかるぞ。人というのは、人とのつながりが大事な時ほど、自分の殻に閉じこもってしまいがちなんだ。誰でもそういう経験があるだろう。はい。なんか、自分が弱ってる時って他人に見られたくないんですよね。ああ、だが気分が乗らないからとか、仕事が忙しすぎるからといって、誰にも会わずに一人で頑張っていても、仕事の効率は下がるだけだ。むしろギリギリの状態が続けば、どこかで心が折れてしまう。私たちはそんなに強くないのだ。そうですね。成功している人は忙しい時ほど周囲の人たちとの結びつきを強めているんだ。結局そうやって人とつながりあった方が幸せだし、仕事の効率も高くなるし、失敗からの立ち直りも早いんだ。だからピンチの時ほど人とのつながりを大切にしておいた方がいいだろう。最後は物ではなく経験を買うだな。これもよく言われていることだから説明するまでもないのかもしれないが、あえて言わせてもらおう。はい、お願いします。物を買った時に得られる幸福感というのは、笑えるぐらい短時間で消えることが分かっている。例えばハイブランドのバッグ、高級腕時計、車、そういうものは一瞬幸福になれるが、すぐに慣れて幸福を感じなくなってしまうんだ。しかし経験、特に他の誰かと共有する経験にお金を使った場合は、
幸福感が長続きするんだ。確かに物を買った記憶は忘れるけど、友達や恋人といろんなことを体験したことは忘れないな。ああ、実際に150人を対象に調べた結果、知人とレストランで食事をしたり、コンサートに行ったり、遊園地に行った人は靴やテレビ、高級時計などの物を買った場合と比べてはるかに大きな喜びをもたらすことが分かっている。なるほど。確かに友達とカウントダウンジャパンのライブに行った時のことは今でも覚えてるな。楽しかったな。そういうことだ。ちなみにリンさんは何にお金を使っているんですか？私の場合はお金を使うポイントは健康、教育、経験の 3K だな。これにはお金を惜しまない。だがその代わり車も家もブランド品もあまり買わないな。飽きるからな。なるほど。さてまとめだな。成功したから幸せなのではなく、幸せだから成功する。ピンチになればなるほど仕事の効率は下がる。幸せになるには今日あったいいことを3つ書き出す。幸せになるには楽しみを待つ。幸せになるには自分の得意なことを発揮する。幸せになるには運動する習慣を持つ。自信を失ったら目の前のことをやる。ピンチの時ほど人と接する。幸せになるには物ではなく経験を買う、だな。まさか幸せだから成功するとは驚きです。まあさ、考えてみろよ。辛そうにゲーム実況している人を応援する人はいないだろう。それよりも楽しんでゲームしている人の方が応援されやすいし成功もする。これは普遍の真理だから覚えておいた方がいいだろう。なるほど、言われてみればそうですね。仮にもし辛くて仕方がない仕事で成功したら、それこそ地獄だぞ。ずっと辛いことやり続けなければならないんだからな。そうですよね。それはある意味本当の成功とは言えないのかもしれませんね。たまにはいいこと言うじゃん。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。